をねミラティブで配信してたら、あの俺ミラティブはね割と真面目なテンションで喋ってるんですけど、その真面目なまんま YouTube も撮ったらいいんじゃないかってことで、今日はねお試しでそういうテンションでやりたいと思う。いつもの俺じゃないかもしれないが許してくれあの冒頭のようお前らからもう真面目な雰囲気ゼロなんだけどな。はい、今日のシーズンマッチですね、あの無法性ってことでどんなデッキでもいるんですけど、俺はね一番使い慣れたデッキっていうと最近だとボルトなんですけど、昔からずっと使ってんのはマフェリなんだよな。今月ねナーフが解けたんでマフェリを使っていこうかなと思うんですけど、マフェリのサブってさ S、 今までねみんなバラバラだったよ、まあ、基本セクメとシェードがいて、そこのあと残り1枚が自由みたいな感じの風潮があったんですけど、なんかねセクメと最近違うかなと思ってきまして、まあ、シェードはねもうスタメン確定で、あと2枚どうしようかなと思った時に、まずねこのマンドラゴラ、このマンドラゴラってコマがね強くて、うるせえなお前、まずね50パー以下って制限があるんですけど、2000吸収で40パーデバフ、この時点でやべえ。でコンボスキルも2000特殊飛ばして呪い1枚、やべえ、もうやべえ塊なんですよ。 HP もやべえし、2100っておかしいんだよなこれ。50パー以下って制限はありますが強い、もう確信して強いんで、これ投げただけで爆アドなんでね、アドの塊ですこのマンドラゴラで。今年のね新春ガチャで出たこのエルロージュ、なんかね俺許せねえのがね、コメント欄、俺のコメント欄とかさ他の YouTuber のさコメント欄とか見るとね、こいつをね技とかね、あのただ間違えてるだけか知らないんですけどね、エロルージュって言ってるやつがいるんだよ。おかしい、マジでね、あの俺そういうね低俗な下ネタは嫌いなんでやめてください。ってだけで今日はこのマンドラゴラとエロルージュが入ったこのマフェリーを使っていこうと思います。今完全に滑ったなはい、やっていこうか。このねエルロージュって駒が強くて、普通にねあのダメージ2ターンで 80% 返す、通常と特殊を罠みたいな感じでね、罠ってかカウンターに近いから罠だな、罠っぽいけど、どこ打っても発動する。しかもねコンボスキルがねどんな攻撃でもダメージを返す、例えば1万トータルで食らったら半分の5000を返す、これがやばい。火炎とかね毒とかね全部入るはず確か、俺試した時に。それがねマジ爆アド でスキルのね2ターン 80% 返すってのもね相手が火力出せなくなるんで、とてもとても嫌だと思うんだよな相手からすると。セリアも一緒に行く、オッケー、いいよ攻めでね。まあ無補正はねぶっちゃけいろんなデッキがいるんで、まあ攻めでが来ても驚かないですけど、ただねこの引きはちょっとやばいかな、相手痛えな。1手目からアステール、まあ、ただねアステールはねコンボスキル 60% 以下なんで、まず X は来ないと思う。 X 行ってもね多分ねこいつコンボ発動しないんでね、普通に風車か鳴り打ちだな、行くんなら 60% 以下じゃないと発動しないんでね、うん、風車だったか。でねコンバートに対しては、ね、早めに罠を置いてきたんよな、できればマフィリを置くでしょう。乱量ってコマはそんなに強くないんですけど、ただねマナ置かないとねさっさと体力削り切られるんだよな。であとはあれだ、今のねスタメンたちを早めに置きたい、特にエロルージュ、間違えたエルロージュね、はいもうねあの名前が分かりづらいからエロ先輩って呼ぶな、もう俺先輩っていうの大好きだな、ずっとなんか断るごとに先輩つけてる気がするけど、あのエロ先輩が来ることを祈ってどんどんドローしていこうか。おらこれだとただのマフェリームーブになっちゃうからな、ここで一回エロってその後にシェードで X が最強ムーブなんですけど、このねあのここのね A4 のねエロが最強なんですよマジで。あいつ置いただけでもうね完全にオッケー来たー。お前ほんとエッチだな、本体だわこいつ、俺の好きなタイミングで来てくれた、完璧、これは完璧。でここに置いてくる相手の駒にもよるんですけど、相手でもこれ火力出せないよな、もうこれこいつ置いてる限りはあんまり基本ね、コンバートって言っても特殊コンバートがメインなんでこいつぶっ刺さるんだよな。あれあれあれで、これ2枚返しで飛ばされる可能性があるな。
でも勝ちに行くのはシェードだよな。相手オーラないから2枚返しで1万おい、トップでオーラずるいべ、トップでオーラずるいべ、トップでオーラずるいべ、トップでオーラずるい、ずるいって耐える。でね、このもう早速できる、このねエルロージュね、今火炎ダメージだったでしょ、この火炎ダメージもねダメージとして換算されるんで、見てくれこの特殊能力、ほら4700、ほら半分、特殊能力っておかしいな、特殊ダメージ完全に今のはねエルロージュの力だ。あのスキルは全く発動しなかったけどコンボスキルが最強だった。はい、割と有利マッチっていうか普通に有利マッチ神タンだな、有利、だいぶ有利、だいぶ有利なんだけど、できればねあのエルロージ引きてえな、よろしくお願いします。あのあんまりねこのテンションはお前らは馴染みないかもしれないけど、これがミラティブのテンションだからな。うーんとどうしようかなこれ、やべえな、絶対これさ、絶対さ、これ X クリアンキアで、まあ、ブラジェか、ブラジェ置いて、で次リリティエ置いて、リリティエやってマフェリ置いてだな、これロック痛えな、これで仕打ち腹気してくる可能性もあるんだよな。クラリーチェか、クラリーチェだったら全然いいな、うん、いいね、防御札いっぱい引いてる、あとは攻めるのみで、相手多分2枚返しだよな、さすがに1枚じゃないよ、2枚か、春秋かダリーな、その春秋はめっちゃくちゃダリーけど、まあ、ダリーけどね、今回こっちにはねリリティがいるんで全然いいかな。でここの2枚返しは許容できる、ただねあんまり野放しにしたくないよなあいつ、だからこれ右 X でもいい気がするんだよな、本当だと右っていうかあの上 X な、このあやめを生かしとくメリットってほとんどないよ、だったらこっちでいいんじゃないかな、本当は多分あの下の方なんですけど、このあやめ残しとくと絶対いいことないんで、こっちから切らせてもらいます今回は、うん、絶対良くないけどな、流動機解放、そうこの後の攻めがないよな、どうしよっかな、クラリーチェ取ると、ただこっちの方がいいよな、ここでフェリプティ釣って、まずここで釣るの大事だな、ここでフェリプティ釣ります、完璧、どっちかだよな、アルケアのコンボ痛くないもんな、逆あったな、フェリプティじゃなくって、あーでもこうだな、これが最善、取るしかない、相手も繋いで取るよな、繋いで取られるとめっちゃくちゃ嫌なよな、結局そうだよな、これ回復するだけだからな相手、あー地味に痛いなだよな、それやばくね、ちょっと待って、それやばいわ、待て待て待て、回復回復、なんか回復ってか、オッケーか、これなんか普通にジークで飛ぶよなこれ、2枚返し、だってこれさ、ちょっと待って、あでもこれあんまり相手通常出したら逆に無理だな、特殊返ってくるのもやばいな、ジークのダメージやばくね、ギリ耐える、ギリ耐える、やばい、あぶねえ、服を授ける前に逃げられてしまうとは、はい来ました、現環境最強デッキといっても過言ではないアポロンでございます。まあ罠は取っといた方がいいな、基本アポロン対面の時は、で基本ね風車はねダメだと思うよな、分からんけど罠これもさっさと取った方がいいと思う、あーでもな、こんだけ罠引いてるんならいいな、もう罠でずっと守り続けれるから、
うん、全然いいな。これだったらあの風車でいいわ。相手取ってくるかな、ブラジェ。取ってこなかったらラッキーだけど、取りそうだな。オッケー。あーでもな、ダーシェ痛えな、普通にダーシェ辛いな、それ。うん。でブラジェが発動するのはね、かなり俺的にねいいです、これは。であとはね、アポロンは適当に罠置いとけば勝手に自滅するんで、ここでね春とか置いてくれればすごく美味しいんだけど。リッチとか、こいつコンボ何だっけ、1800、いいよ。2500出るやん。2500出るんなら、まあ、こっちからスタートでいくか。ワンチャン発動しなかったらしゃあないけど、で基本1000超えるでしょアタック。オーケー。ここのねブラジェの位置最強なんよ。で相手に火力を出させない。いいよ、発動しない。12枚じゃないから違ったな。強くねこれ。これずっと発動しない相手。ずっと罠置いてきましょう。余計なことさせない、うん、相手に強いムーブをさせないのが強い。ここで欲しいよな、あいつ。エロさん、エロの化身欲しいよな、欲しいよな。あーなるほどね。ダリーなり、マジでダリーダーシェ。お前はこれで俺の罠が終わったと思ってるでしょう。だけどね、もう一枚あるんだよ。残念でした。なあ、超陰険じゃんけ動きが陰険すぎる。もう相手トールとか投げれないから。はるかだるいな、それはだるいな、めちゃくちゃ。ここで来い、ここで来い、来たー、行きまーす。配置、さすがに1万2000は飛ばん、さすがに飛ばん、絶対飛ばん。アポロン投げても飛ばん。いいよいいよいいよ。でダメージも変える。で相手ビナ置いたから勝ちだと思ってるかもしんないですけど、これね、あれなんよ。どうしよっかな。でもほとんどね、これエルロージュの通常ダメージの返しがあるんで、ほぼ勝ち。ってこれ飛ぶな、飛ばねえわ、飛ばねえけど、相手がアタックで7900出さないと負け。エルロージュ、これがね、このエルロージュの力。今回はちゃんと言えたな、エルロージュの力だ。お前は何しても負ける、絶対に負ける。このね、通常ダメージが返って勝つと。オッケー、完璧。最強駒だな、ほんとこれ。はい、これでラストにしようかな。ミラータイム、今んとこね、全てのあの試合で活躍してくれるっていうか、俺がただ単純にカットしてるだけなんですけど、マジでね、あのこのエルロージュって駒最強だな。何が強いってな、抑制力。あいつを出すだけで相手はね、あの強いムーブしづらくなるんですよ。思い通りに惑わされる。ロックね。オッケー。リッチは全然いい。大体普通に風車してくれる分には全然いいんだよな。オッケー、全然いい。でここでね、エロ引いときたいな。一回引いときたい、一回引いときたい、次でいい、次引いときたい、一回エルロージュ引いときたい。オッケー、毒ダメージね。でね、次ね、もうねリッチつないじゃいましょう。でいいと思う。エルロージュ来い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 よ、いいよ、来ていいよ、来たいいよ来いよって、もうダメやん、そういうネタになっちゃうやん。はい、オッケー、完璧。で相手はね、どっちかっていうと火力を出すっていうかね、ターンを伸ばしたいと思うよな。まあロックね、ハウス取ってちゃうか。春、いいよ、最高。
なんか普通に削り切れそうだね。このターンもね、相手はね、まだ相手は攻めきれないよ。なるほど。来たマンドラ。来たマンドラ、こっち当てて、ここにルキア置くのはね弱いんですよね。で春の2000とこいつも3000ぐらい出せるんで、一回ねここで削ってもらう。 OK。 で次とどめだな。完璧。全部エルロージだぞこれ。こいつのおかげで相手攻めれないと。完璧だな、これは。完璧よ。はい、てなわけで今ねピックアップで4000やったかな。使ってみた感想はもう完璧。こいつ出すだけでね、もう相手相当嫌だと思う。出したい駒を出せないムズムズさをね味わうがいいっていう感じだな。もう俺はこいつはしばらくねマフィンのスタメンに入れようと思いました。エルロージュスキルもコンボもねマジで一流だわ。しかもステータスも一流と。でこのね、なんだかんだねこのマンドラゴラもね、うん、強い。HP も高いし、まあやっぱね、まあ、S は好みなんで、どれ入れようとか言わないですけど、俺的には今日使ったこのデッキがなんか今まで使ったマフィーで一番勝ちやすいかなと思いました。はい、どうだったろうか。今日は普通のテンションでやってみたわ。あんまり騒いでなかったと思うけどな。はい、それじゃあね、最後にお前らチャンネル登録よろしく。じゃあな。